Hello everyone! 胸とうちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトカービングフォークを作る、いってみよう。今日はフォークを手斧とナイフ1本だけで梨の木の枝からブッシュクラフトカービングしたいと思います。掘っていくのをそのまま見ていただこうと思いますが、字幕の方に簡単な解説情報を入れてありますので、必要な方は活用してください。質問等あればコメントくださればお答えしますので、よろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。
本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。それではまた。 See you next time. Bye.